FC バナンツはアルメニアの首都エレバンをホームタウンとするサッカークラブである。クラブのロゴには和紙が用いられている。1992年1月20日に古体育地方で創設された。クラブ名のバナンツは創設者サーゲスイスラエラ4の故郷の村の名前に由来する。最初のシーズンにアルメニアカップで優勝、アルメニアプレミアリーグで3位になった。 1992年5月28日に行われたアルメニア独立後初のアルメニアカップ決勝でホメネトメンエレバンをのゼロで破り初代優勝チームとなった。1992年から1994年までプレミアリーグに参加後、1995年に撤退したが2001年に復活した。 2007年にアルメニアカップ決勝で FC アララとエレバンを3-1で破り2回目の優勝を果たした2013から14シーズンにプレミアリーグで初優勝し7チーム目の優勝チームとなった2013から14シーズンは22回目のプレミアリーグでありバナンツが参加した16回目のプレミアリーグであった2014年にプレミアリーグ優勝チームとして 出場したアルメニアスーパーカップでアルメニアカップ優勝の FC ピュニクエレバンを3-0で破り初優勝した UEFA チャンピオンズリーグ2014から15では予選1回戦で FC サンタコロマと対戦したがアウェーゴール差で敗退した2015から16シーズンにアルメニアカップ決勝で FC ミカを2から0で破り3回目の優勝を 果たした、ありがとうございます。